どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。前回の動画でもお話しいたしましたが、東京オリンピック、2020、これの、記録映画、それの主題歌テーマソングですかね、藤井風さんが担当することになりましたというね、ニュースが飛び込んでまいりました。予告映像みたいなのが、貼り付けてありました。それだけねは見たんですが、こう前編ね、曲の全部フルの映像というのがまだね公開されておりません。映画の公開とともに、リリースを待つという形なんでしょうかね。ちょっとまだ分かりませんが、楽しみにね待ちたいなと思います。藤井風さん作詞作曲、全て英語の歌詞ということで、そろそろねそんな時が来るのかなと思ってましたが、案外ね早めに来てしまいました。世界でね活躍する人になると、いつもねここで喋ってます。それから皆さんもそうやってね思ってると思いますが、なんかねそんな日が近づいてきてるのかなっていうね、そんな雰囲気もしているんですが、いつもねこういうお話になると、すいません私事で申し訳ないんですが、うちの母親ね、藤井風さん大好きですね、大好きなんですが、朝ねそのオリンピック記録映画のテーマソングを藤井風さんが手掛けますと、担当しますというニュースがアプリの方にひょこっと上がってきて、僕その時ね実はまだちゃんと起きれてなかったんですね。で、まあ、視聴者のね、視聴者の皆さんが、まあ、インスタグラムの DM でね、皆さん来ましたねみたいなメッセージをいただいて、なんかあこれは何か起こったなと、こんだけ来てるからきっとこれなんかビッグニュース、何かが起こったに違いないと。で見てたらなんか月ってね、ムーンとかサンとか書いてあって、ちょっと寝ぼけててどういうことかなって思ってね、よく分からなかった。でアプリを開いたら、あそういうことかと、なんとなく理解してた。そしたらねやっぱりねこれ来るぞと母親から LINE が絶対来るなと思ったら、ちょうど朝一番忙しい時間にひょこポコポコポコってね何個か LINE が来ました。そしたらね朝から涙した、まずそれが来ました。朝から涙しました。すぐねポコもう一個、天才やばい天才ポコでね、ちょっとしばらくしてからもう一個、もう僕忙しいんですよ、着替えてね準備していろいろしてね、ありがとうありがとうも言わなきゃいけないし忙しいんですよ。なのに LINE がねポコポコポコってね、既読になってないからどんどんね畳み込むようにね、ドドドドッとね。で最後はすごいです。どうしたんだろうと思いましたか浮き足立って空を飛んでいってしまいそうと。え飛ばないと思いますか、まあ、それぐらいね大好きなんです、うちの母親ね、すいません、はい。まあいろいろ賛否があるみたいなんですね。まあでもね、まあ、そう大きな仕事、そうですね、まあ、そういうビッグなねお仕事なんで、当然そういうのあるでしょうね、当然あると思います。もうあんまり別に僕らがそれ心配することもねないのかなと思います。僕らは純粋にね、これ見てくださってる方はもう当然そうなんですが、純粋に藤井風というね男の、彼の作った音楽を純粋に楽しみたい、いつまでもね彼が変わらずに、楽しんでね音楽制作をしてほしい、ね、そしていつまでも素敵なアーティストにね居続けてほしい、彼がね心配事なく穏やかに過ごしてほしい、音楽をずっと聴きたい、まあ、そういうことだけなんで、まあいろんなことがあるでしょうが、温かく見守る、そしてね彼をね藤井風さん持っていただけたらなと、まあ、神様にねお願いするしかないと思うんで、そうですね、賛否があるのはね当然だと思います。仕方ないことなんじゃないかなと思うけど、彼のねお仕事音楽、これは本当に素晴らしい、これはもう間違いないんで、しっかりね皆さんここで応援したいなと思います、はい。それからねちょっと一個実はねこれ藤井風テレビを見た直後に今これ撮ってるんですが、詳しい話はね
できません。他の地域の方、テレビでね見ようと思っている方たくさんいらっしゃると思うんで、まあ、それね終わってから皆さんでまたシェアできたらいいなと思うんですが、まあ、一言言うとやっぱね藤井風、アーティスト藤井風、ピアニスト藤井風、エンターテイナー藤井風、もう彼は何でもできますね。そしてめちゃんこ面白いもうねすごかったです。だから世にね今必要とされてる人ってことですね。どんどん何でもね僕はねやってほしいなと思います。あんまり垣根を作らずになんかいいんじゃないかなと別に思いました。すごくね楽しいしいろんな人がねハッピーになると思います、ね、だからどんどんねガンガンいろんな活動してほしいなって僕は思いました。違う意見の方もねいらっしゃるかもしれませんが、まあそういうことで、あとねテラサの加入迷ってる方、迷ったけど入った人辞めちゃった人いると思うんですが、テレビで放送された部分それ以外にボーナス映像みたいなね特典みたいなのがテラサだとついてるんですね。なのでまあそうですね、でしかも藤井風テレビこのテレビがどれぐらいの頻度でね続くのかもわからないし、ちょっとまだ未定の部分がたくさんあるんでね僕も今何とも言えないんですが、その藤井風さんの特集これからもどんどん組みますみたいなことは言葉でね書いてあったんで、まあ、テラサ加入ねどうかな、まあ、ちょっとご自身でね考えていただいて、まあ、そういう特典もあるってことですね。テレビでは見れなかった映像が、ちょっとね見れるってこと。au をご利用の方は、ちょっと決済が楽ってことですね。通信料とともに、引き落とししてくれるっていう、まあ、そういうメリットもありますね。それから、2週間無料ですね。今ね2週間分は無料として計算されます。最初の2週間その後解約もできるみたいなんですが僕ちょっとね解約は、しないつもりなんで僕の場合ちょっと解約の方法ね見てないんですが、まあ、そんなに難しい手続きではないんじゃないかなって見てて思いましたんで、よかったら、入ってみてもいいのかなっていう僕の今のところの意見です。ちょっとね参考になるかどうかわからないんですが、まあ、そういう特典がねあるってことだけお知らせしたいなと思います。そういうことで、ちょっとまだねまだまだいろいろちょっと、ね、今藤井風さん忙しいですよね。2020年の抱負藤井そよ風って言ってましたけど、まあねちょっと強めのそよ風ですね。激しい風がビュンビュン吹いてますんで、吹っ飛ばされないようにね皆さん気をつけてください。まだまだ、きっと、まだまだねちょっとまだ大きな動きが僕の予想ですがあるんじゃないかなと思います。あっと驚くようなことがまだあるような気がしてならないんですがいかがでしょうか。ということですいません終わり方がわからないんで終わりたいと思います。そうそう、それからですね、ラサセカンドアルバムねラブオールサーボールの中の好きな曲、私この3曲好きだなって3曲ね順位はつけないでいいんで3曲もしよかったら、教えてください。インスタグラムね概要欄に貼ってます。インスタグラムの DM でも構いません。この、ね、YouTube のチャンネルのコメント欄でも構わないです。どちらでもいいんでぜひねよろしくお願いいたします。前回の動画で僕ねまたね3月いっぱいって言っちゃったみたいなんですね。教えてくれた方ありがとうございます。すいませんちょっとね疲れ気味でポケッとしてますんでね間違ってたらガツンと言ってくださいね。ありがとうございます。よろしくお願いします。4月ですね4月いっぱいまで、受け付けてます。どうかよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。